皆さんこんにちは。1970年代の青春テレビドラマでブレイクしてグルメ番組でも良い味を出していた村野武則さん、2023年現在はどのようにしているのでしょうか。息子や妻についての情報もあるようです。若い頃についてや赤坂に店を構えていた話に加えて癌で闘病していたという話もあります。それでは紹介していきますね。村野武則さんは2023年現在日本国内を飛び回って講演会や講座を開いているそうです。何についての話をしているのか気になりますね。村野武則さんと聞いて思いつくのは俳優業や食いしん坊万歳の経験からグルメだというイメージでしょうか。しかしそのような話がメインではないことが分かりました。村野武則さんは2015年に大病を患ったそうです。そして一時は余命宣告をされるのと同じ状態になってしまったのだとか、それを克服した内容を講演会などで伝えて同じような境遇の人に希望を与えているようです。もともと明るくて活動的なイメージがある村野武則さん、そんな方が発する言葉に元気つけられる人は多いでしょう。また講演会の中で歌を披露したりもしてくれるそうですよ。村野武則さんには息子がいるという噂があります。しかし芸能界など目立ったところで働いているわけではないようです。一般人のために詳細は分かっていません。また村野武則さんには子供がいないという噂も同時にあるのです。トーク番組などで妻と出演することはあっても子供について一切語っていません。その面から考えると子供はいないのかもしれませんね。まだ村野武則さんが早稲田大学に通っていた頃、車の免許を取ろうと自動車教習所に行った時のことでした。そこで一目惚れしてしまったのが妻となった真美さん。二人の付き合いが始まった頃は手紙を頻繁に送り合っていたそうです。その数はなんと100通以上というから大量でしたね。村野武則さんが大学生だったのは1960年代ですから、もちろんメールなどありませんでした。思いを伝えるにも時間がかかって大変でした。その手紙をずっと大事に取っておいたと言いますから、夫婦仲がとても良いことがわかります。村野武則さんが25歳だった1970年に結婚しており、夫婦で徹子の部屋にも出演しています。村野武則さんは早稲田大学に通っていた時に軽い気持ちで演劇を始めたそうです。入った劇団は大学内の小玉でしたが、学生演劇に限界を感じて3年生で退団。それから有名な劇団文学座に研究生として入団したそうです。文学座を卒業した後、1969年に NHK のテレビドラマ走れ玩具に主役でデビュー。村野武則さんはキラリと光るダイヤの原石だったのでしょう。当初はドラマと舞台の違いに戸惑うこともあったそうです。マイクがあるので大きな声を出さずに普通の声でと言われたことも。その後はドラマの仕事にも慣れて順調に活躍していきました。人気爆発となったのは学園青春シリーズに出演したことでした。1972年から1973年にかけて放送された飛び出せ青春では熱血教師役が話題になったのです。3枚目キャラが視聴者に受けて面白いと人気が出ましたね。しかしこの時の村野武則さんは長髪でした。学校の先生で長髪というのは1970年代にはなかなか見かけなかったようです。そこでプロデューサーは村野武則さんに髪を切るよう要求。これを断固として拒否するとプロデューサーに無理やり連れて行かれたところが散髪屋。それでも拒否した村野武則さんに根負けしたプロデューサー、視聴者から先生が長髪であることに対してクレームが来たらすぐに切ることと約束させて長髪のままドラマが始まったようです。村野武則さんは赤坂に飲食店を持っていたそうです。また癌を患って克服した経験もあるようなので見ていきましょう。芸能界で仕事がなくなって暇だった1980年代後半、村野武則さんは料理や釣りを始めたそうです。その噂を聞いた食いしん坊万歳のスタッフが七代目食いしん坊に村野武則さんを希望したといいます。仕事がなくなってもめげずに新しいことを始める姿勢は良いお手本になりますね。運も良かったこともあるでしょうが、
こうして村野武則さんは仕事を広げていきました。そして様々な料理を堪能していった結果、グルメになったのです。そして東京都赤坂のため池山王でグルメダイニング村野を友人と共同経営するまでになったのだとか。その店で村野武則さんが大事にしたのがサービスやおもてなしの精神、料理がうまくて安いのは当然のことだと語っていたそうです。残念ながら現在はグルメダイニング村野は閉店しています。村野武則さんは若い頃健康に自信があったのだそう。それでタバコを1日に100本も吸い、飲酒量も相当だったと語っています。それを続けていたら50歳で倒れて病院に運ばれました。日常の喫煙、飲酒について医者に話すと間もなく死にますと宣告されたそうです。さすがにその言葉は心に突き刺さり、村野武則さんはすっぱりタバコをやめました。飲酒もかなり量を減らすなど健康に気を配ったそうです。それから20年経って70歳になった頃、居酒屋にいて左の首筋を触れた時に小豆大のしこりに気づきます。近くの病院に行ったら風邪でしょうからしばらく様子を見ましょうと言われたそうです。でも風邪の症状はなかったそうで、不審に思いかかりつけの医師のところに行くとしこりを触って大きな病院で精密検査を受けた方がいいと紹介状をもらいました。結局4、5箇所の病院を回ることになりましたが、 CT や MRI、 それに全身のがんを調べる PET とかいろいろな検査を受けました。最終的な結果は舌の付け根に原発したがんで、リンパ節への転移が3、4箇所、首筋のしこりも転移です。ステージ4の中咽頭がんという説明でした。余命はどれくらいですかと村野さんが質問すると、聞かない方がいいですよとのこと。ああ4期だし俺の余命は2、3ヶ月なのかもしれないなと感じたそうです。治療の説明も大変な話ばかりでした。放射線治療と抗がん剤治療をやるので、喉が痛くて食べられなくなるから胃に穴を開けてそこから栄養を取れるようにするとのことでした。また抗がん剤で髪の毛が抜け、口内炎や味覚障害が出て体重は10キロ以上減るなどの説明を聞きながら、治療を受けてももう終わりなんだなって思ったと言います。しかし痛くも痒くもないし、ピンピンしているから実感はなかったそう。村野さんは考えてもしょうがないという結論に至り、家に帰っていつもと同じように普通に寝てしまいました。その時に妻のあさみさんがインターネットで情報を集めてくれたのです。そして分かったのが、先進医療の陽子線治療ならば治る可能性があるということでした。たまたま数年前に先進医療特約がついた保険に加入していた村野武則さん、陽子線治療は数百万円かかる高額な治療ですが、保険で全額支払い切ることができたといいます。7年経った2023年の話では転移や再発もないそうです。納得がいく治療を探すことはとても大事なことなのですね。また村野さんはがんになる以前も荒れた生活習慣がたたり、慢性腎炎を患っていました。医者からこのままだと腎不全になって終わっちゃいますから、人工透析か腎臓移植が必要です、うちでは70歳以上の方の移植はしませんと言われました。ところがそこでも奥さんが70歳以上でも腎臓移植を受けられる病院をインターネットで調べてきたといいます。肝心のドナーですが長女が名乗りを上げたそう。私の腎臓片一方をあげる。村野さんはこんなジジイにやるなんてもったいないからいらないよと言うと、お父さんが元気じゃなくなるのは私たちが嫌だからと言われたそうです。村野さんは家族たちのおかげで今も生きていると語っていました。また村野さんにはがんの他に整形も話題になっていました。調べてみるとほくろの位置が違う画像がいくつも確認されたとのこと。このことから整形説を通り越して影武者説なんてものも飛び出していましたが、おそらくがん治療による激痩せと回復によりほくろの位置が変わったのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。